こんにちは、トグロ妹です。ニクアナです。ジャニーズ性加害問題当事者の会の副代表である石丸志門さんのお金目当て発言が話題になってましたね。え、何金目当てって言ったの？何それ、ワンフォザ被害者の救済ちゃうんかい。あー、知らないですか。まあ、お金目当てですって言っちゃうとちょっと聞こえが悪いですが、ジャニーズ性加害問題当事者の会石丸志門副代表が YouTube チャンネルのアークタイムズのライブ配信に出演され、そこでの発言みたいですね。何それ、仮にも副代表がお金目当てだなんて言っちゃったら、当事者の会の他のメンバーもそうだし、それ以外の被害を受けたっていう人たちも、もう全員そういう目で見られちゃうじゃない。どうすんのよこれ。いや違うんですよ、石丸さんは一部から誹謗中傷で金目当てかと言われることが多々ありましてと言ってて、そこに続けてあえてここで言わせていただきたいのはお金目当てですと語気を強めたらしいんで。いや何も違わないじゃない、まごうことなきお金目当てじゃない。しかしお金以外に解決方法なくないですか。だとしてもよ、どこの世界に性被害を受けた当事者でお金目当てですなんて公言するやつがいるのよ。ただ加害者であるジャニーさんがもう亡くなっている状態で、正直どこまでどう追及するのかってこともあるじゃないですか。お金目当てですっていうのは確かにちょっと聞こえは悪いかもしれませんが、まあ落としどころを明確にしたって意味で言えば。落としどころを明確にした？じゃあ何、具体的にいくらもらえればって話はあるの？いや具体的な金額はないですけど、毎年ジャニーズの年間売上の 3% でももらえればかなりの人を救済できるって代表の人も言ってましたよ。ジャニーズの年間売上推定700億円で、その 3% って言ったら約21億よ。前の会見12月2日時点で性被害を受けた人数は478人と発表されてたけど、その人数で割ったら何、その人たちは毎年約440万、それを毎年もらうつもりでいるの？聞いたことないわよ、性犯罪でそんな事例。そもそも性犯罪の被害者は圧倒的に女性の方が多いのに、その女性に対しては大した保証もなければはした金みたいな示談金で泣き寝入りするケースがほとんどなのに、元ジャニーズジュニアってだけであれか、特別扱いか、女性差別よ。なんか飛躍してません？まあ保証については石丸さんこう話していて、高度なレベルの話まで持っていきたい、機械的に査定されてではなく上場も含んで、それを自分たちが達成できれば当事者の会に入っていない方々も同じように救済される一つのロールモデルになると思う。高いレベルの金額と言っていいです、金額ベースで高いレベルのものを求めます。そして先ほどの発言に戻りますね、一部から誹謗中傷で金目当てかと言われることが多々ありました、あえてここで言わせていただきたいのはお金目当てです。これは高額請求をするために戦ってきたものであります。これまでの日本の判例に従ったような金額で納得はしません。やはりグローバルスタンダード、海外でもし起こったらということと同じようなレベルの金額を要求しますと話しています。ああそう、これまでの日本の判例に従った金額では納得しないと。女性はレイプされても示談金の相場だの、加害者側の支払い能力だの、それによっては泣き寝入りだったけど、心に深い傷を負ったのは同じよ。でも俺たちは女と違ってそんな金額では納得しないぞと、バカな女どもと違って高額請求で行きますよと、あ、そういうことが言いたいのね。いやまあそう言わずに、今回の件を皮切りに性犯罪が厳罰化されれば、それは女性にとっても今後救済になっていくんじゃないですか。ならないわよ1ミリたりとも。ジャニー喜多川の性加害問題、こんなの異例中の異例でしょ。ジャニーズ自体も法の枠を超えて救済しますとか言ってるけど、そんなん通常の性犯罪では絶対にありえない。公訴時効は今の法律じゃ一番重い性犯罪でもまあ10年、10年前の事件は刑事裁判にすることすらできないし、もっと言えばジャニーズはとっくにお亡くなり、被疑者死亡じゃ起訴するための法律上の条件を満たさないから不起訴になる。まあしかし今回の件ではいわゆる民事での損害賠償請求に近いのでは。民事の損害賠償にも時効はあるし、そもそもジャニー事務所がそれを払う法的根拠がないのよ。本来であればジャニー喜多川が払うわけだけど死んでる。でその場合はその債務はジャニーの姉藤島メリーが相続するって形になるけど、藤島メリーも2021年に亡くなっているから、じゃあその次はその債務の相続先はその娘である藤島ジュリーってなるわけだけど、これは藤島ジュリー個人に損害賠償責任があるってだけで、ジャニーズ事務所に対して損害賠償請求ができるわけじゃない。まあ当たり前の話よね、時効の件もそうだし、そもそもジャニーズ事務所に賠償責任はないし、まあ、こんなこと絶対言いたくない、絶対言えちゃダメなことなんだけど、そもそも立証できないじゃん。いやそれを言ったら元も子もないような。ごめん、でもそれは確かにそう、そうなんだけど、女性が性犯罪に巻き込まれた時に証拠がなければ立証できない。でもこの人たちにはいらないの。なぜなぜ、
全部含めてこの件におけるジャニーズ性加害問題当事者の会の要求ってめちゃくちゃなのよ。本来踏まなきゃいけない手順のほとんどをすっ飛ばして、その上で過去の判例に従った金額では納得しないって。まあでもジャニーズ事務所自体も法を超えた救済措置をしていくって言ってるんで、僕のソーセージを舐めろのやつが言ってたことでしょ。私が思うにね、法を超えて救済保証が必要って言ってたあの意味は、本来ジャニーズ事務所に賠償責任もないし、まあ時効だし明確な証拠もあるわけではないけど、会社として保証していきますって意味だと思うの。別にそれは過去の判例も度外視に高額な賠償金払いますとか、そういう意味ではないと思うのよ。まあでもそもそもジャニー喜多川の性加害問題自体が過去類を見ないほどありえない事件ではあるのは間違いないんですけどね。だからって男ばかりずるいじゃない。これがまかり通るなら私も大した証拠もなしに性被害を訴えて高額請求するわよ。ダメ？ダメっていうか、男だからとかそういう問題じゃなくて、高額の示談金を要求したところで、今回相手がジャニーズ事務所だから法の枠を超えて救済しますって話にはなってますけど、ほとんどのケース加害者は個人でしょうから、高額請求をしたところで払えないんじゃないですか。そういうことなんよ。相手がジャニーズだからこれ成り立ってんのよ。法の枠を超えて世界のグローバルスタンダードとか知らないけど、被害者に対して保証が必要ってのはそりゃそうだけど、法の枠を超えたらそれはただの無秩序よ。いや、無秩序だったのはジャニーズ事務所だったんじゃないですか。そりゃそうやけども、確かに法的には時効だし証拠もないし、そもそもジャニー喜多川個人の問題だからジャニーズ事務所は一切の保証はいたしませんとかだったら許せないけど、だからといってジャニーズ事務所が法の枠を超えて救済保証しますと言ったことをいいことに法外な金額を要求します、相場程度の金額じゃ納得しませんっていうのは、それはそれでおかしいんじゃないって思うんだけど私。まあ難しい問題ですよね。肉穴さんが言ってることもわからんでもないのですが、しかしジャニー喜多川の性加害問題は被害の規模、しかもそれが何十年もわたり繰り返されてたこと、それ自体が前例ないことだと思うので、相場程度の金額じゃ納得できないと言っている当事者の会の人の言い分もわからんでもないですし、前にあの毒キノコが取り上げてたでしょ、ジャニー喜多川性加害問題当事者の会の代表の疑惑について。実際のところ被害者だとか言ってる連中もどこまでどうなのか分かったもんじゃないのよ。ああ、代表の平本さん、その時その時で被害を受けたとか言ったり受けてないと言ったり、ジャニーさんの性加害の実態は知ってたけど、その実ジャニーズジュニアの入り方を指南してたり、実の弟を入所させてたり、いろいろ発言や行動に矛盾があったってやつですよね。そう、そういう疑惑もうやむやの状態で、でも高額請求はしますって、そんな都合のいい話ないでしょ。まあ真偽は分かりませんが、一部当事者の会から抜ける人もいましたもんね。ね、つまりそういうことなの。勘ぐりますね。ジャニーズ事務所は社名変更してスマイルアップ、当事者の会が求めているのは賠償金の、え、プライスアップ。正解。嫌なクイズ。プロテインを分け与えることのできないボディービルダーの筋肉はやがて痩せ細る。